FM 宜野湾、毎週火曜日夜8時からは名犬の風は南からのお時間でございます。私名犬は鹿児島のスーパー親父バンド名犬バンドのリーダーでボーカルをやっております。今日は冒頭にちょっとお知らせがございます。この番組タイトル名がなんと来週から変わります。名犬の UFO チャンネルということで、時間と放送局 FM 宜野湾はもちろん変わりませんが、UFO の話題を中心に来週からお届けしていく UFO チャンネルという番組に変わります。私は先ほど申しましたように、親父バンドをやっているわけでございますけれど、UFO が趣味で、自分自身も200以上の UFO と遭遇をしています。そういう関係と、もう一つは世間が、UFO 目撃というようなものがすごく世界中飛び交っていますので、そういう話題を中心にこれからはお届けをしていきたいと、そういうふうに思っています。名犬の方は鹿児島を中心にですけれど、レブの会というものがございます。レブというのは夢ということでございますが、フランス語の言葉だそうでございます。鹿児島の県民交流センターというところの中庭に県政会館といって、ビストロドレブというレストランがございます。そこで毎月第2水曜日お昼の11時半からランチ会をやっています。レブのオーナーの岩田オーナーと私の方で司会進行をして、テレビや新聞などでなかなか聞けないニュース、伝わってこない、隠れたニュース、隠されたニュースというようなものを市民目線で情報交換をしていこうという会でございます。テーマは今で言えば幅広いですけれど、コロナやワクチンのこともありますし、それから昔から言われているディープステートだとか、古代文明、それから、アブダクションといって UFO にこう誘拐拉致される、そういうような方々のお話をみんなで勉強しようという会でございます。でそのレブの会から派生したのが UFO レブの会というものがございます。この UFO レブの会というのは、福本由美先生という、このホトンベルト地球第7周期の終わりという本を書かれた先生ですが、私と共にレブの会に参加をしていまして、そこで出会いました。非常にこの本が面白いので、先生と共に UFO レブの会ということで始めさせていただきました。こちらの方は毎月第3土曜日を中心に開催をしていますが、レブの会、UFO の会ともにずっとこの2年半、コロナ禍にあってずっと人が増え続けて、参加者が増え続けているという会でございます。今はここに、北薩とか霧島とか宮崎とか鹿屋 UFO の会とかですね、茅ヶ崎にもありまして、石垣島縄文 UFO の会というような沖縄にも今後今始まっております。でこの本の骨子というのは、創造主というのはどういうことと、宇宙の真理というもの、それから人類はどうやって成り立ってきたのかとか、 UFO や古代文明のこと、この辺が我々が学校で習ったことと今どんどん進化をしていって、いろいろ調査ができるようになってきて、いろんなことが分かるようになってきたと、ほぼほぼ僕らが教わってきたことがもうほとんど覆されるほど情報が今あふれて、います。そういう情報をもう一回我々が検証しながら、本当はどういうことだったんだろうというようなことを勉強する会が、レグの会、 UFO の会でございます。さて、UFO のことですが、最近世界中で UFO 目撃というのが多発をしています。でこの番組も UFO チャンネルというふうに番組名を変えようとしていると。これはなぜだろうかと、その時代背景と
番組の内容についてお話をしますが、これは昨年の2011年にアメリカ政府が、UFO のことを全部情報開示しますよという、発表をしたわけでございます。で、それは戦後70年以上にわたってずっと隠されてきていた秘密、特にアメリカは目撃情報が多いわけでございますけども、そのアメリカにあって、民主党も共和党も全議員が賛成して UFO の情報を開示すべきだという動きが、昨年ですからトランプ大統領の頃に決まっておりまして、で昨年の6月25日になって情報開示ということになりました。で、当然のことながら情報開示ということなので、今まで鳥とか雷とか飛行機だとか風船だとか言ってたものが、実は UFO は存在をしますというようなことであったわけであります。で、鹿児島の地方紙で言えば南日本新聞というのがございますが、ここにも記事が、 UFO は実在するんだということで国防総省が議会で報告書を提出しましたよというような流れになっています。で、それで今までは陰謀論的にだったり、見間違いだとか言われていた UFO の記事が、バンバン世界中で出るようになってきたという背景がございます。で、ラジオではちょっとお見せできないですが、 YouTube でこれご覧の方は、こちらの2つ、これは空軍のが捉えた、アメリカ空軍が捉えた UFO の、これは動画になっています。 YouTube で検索していただくとたくさん出てまいります。それからアメリカの公聴会でも、もう議会でですね、普通に議論されるようになってきて、そのくらい情報が開示されていると。で、この右側の方は2015年のメキシコ軍が捉えた9個の同時出現の UFO の写真でございます。こういうような積極的な開示というようなものも出てまいりました。で、今後のこの番組ですけれど、そういう時代の背景といいますか、普通に UFO はいるというものがもう議会で取り上げられるような時代なので、名犬の UFO チャンネルということの番組も、それに沿った形で、一つは毎月開催をしている UFO レブの会というところからの最新のニュース、それから実際にアブダクションとか誘拐拉致された方々からの聞き取りニュース、それから宇宙人からメッセージが来るという人たちもいます。そういう方々からのメッセージをお伝えをしたり、もう一つはですね、4番目ということになりますか、縄文交流星空観望会というものを実際に、やっておられる沖縄在住のミスターという方がおられます。このミスターがやっている星空観望会に行きますと、ほぼほぼ UFO がたくさん出てくるということで、もちろん天気が雨だったりしたらそれは無理ですけれど、たくさん出てきます。すでにこれは5年の実績があって、今6年目に、突入をしています。私も実際に参加をして、実際に UFO をたくさんその場で見てまいりましたので、そういうことのニュースをお伝えをしていきたいと思います。それから UFO の本というのは昔からたくさん実はありますけれど、その辺をかいつまんで、この本にはこんなことが書いてあるというようなことのご紹介を私の方からさせていただきたいと思います。また、古代文明とか UFO の関係、昔は、そういうことがあって UFO が嘘だということを前提にしていましたので、なかなか世間に出なかったニュースも、なぜこんな古代の壁画に UFO みたいなものが映ってるかというようなものも、どんどん今世界中でニュースとなって出てきています。そういう関係のニュース、また YouTube というものがありますので、このラジオで口で口頭でお伝えするだけではなくて、できるだけ皆様に動画でもお伝えをしていきたいというようなことで、動画と連動をして番組を進めてまいりたいと思っています。ではここで一曲
名犬バンドの新しいアルバム65歳の誕生日、そういうそのアルバムタイトル曲でございます。65歳の誕生日、名犬バンドでどうぞ。こんなアプリを待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
こんなアプリを待ってました。エステサロンと美容室の皆様へお知らせです。在庫を持たずに商品が売れる、予約もバンバン入っちゃう夢のアプリがついに誕生。エステサロン美容室のデジタル化のお手伝いは美容と健康のダダアプリにお任せください。はい、名犬の UFO チャンネルということで、前半戦お伝えをしてまいりました。では、引き続き後半戦、ちょっと有名な本についてお話を先にしておきたいと思いますが、アメリカのスティーブン・グリア博士という方がおられまして、その方が書かれた ET とか UFO の情報の話でございます。本のタイトルは世界最大の秘密の暴露ということで、ディスクロージャーの父とスティーブン・グリア博士はまあ言われているわけです。ディスクロージャーというのは情報開示ですから、まあ、情報開示を一番最初にやった人ということで、タイトルが、まあ、世界最大の秘密の暴露という本がございます。まあ、一応この本について若干今日は触れておきたいと思います。この博士、スティーブン・グリア博士が言っていて、まあ、なぜこの世界最大の秘密の暴露というふうに言ってるかと言いますと、この実はアメリカ大統領も知らない、アメリカ大統領の上にですね、なんと38段階もこの UFO の秘密公開の段階があるということを暴露したのがこのスティーブン・グリア博士ということになります。まあ、これ聞くだけでもびっくりするわけでございますけども、なんとアメリカ大統領ですら知らない秘密があるんだという方にはですね、まあ、そういう本でございます。で、この博士はですね、まあ、もちろんアメリカでも世界的にも有名な方でございますが、ディスクロージャープロジェクトというものを世界中でやっておられます。元救急医療の病院のトップをやっておられて、病院長をやっておられて、アメリカの医学協会の終身会員でもございます。で、子どもの頃から、まあ、もちろん UFO の体験、宇宙人の体験というのがある方でございまして、30年間にわたって先生がこう研究をしてきたと。で、有名なのが2001年の5月に米国ナショナルプレスクラブで記者会見をしたと。で、しかもそれはまあディスクロージャー、今まで誰も知らなかったような領域のお話をされたと。で、その時に地球を訪れている UFO もいれば宇宙人もいるんだということ、それから UFO の推進エネルギー、逆光分析、まあ、そういったものはすごく進んでいるよというような発表をされたわけです。で、その時にご自分一人ではなくて、軍の関係者、政府の関係者、企業といってももう、まあ、航空機を作っているとかですね、もうそういうトップの企業の人たちとして、証人の方が20人以上、実際に参加をされて、で、発表をされたということがございました。まあ、グリア博士については歴代の大統領、まあ、ブッシュとかクリントン、オバマ、トランプ、そのような方、大統領にも直接、まあ、ブリーフィングといいますか、そういうお話をされている方でございます。そのディスクロージャープロジェクトでは2001年5月9日に、されたわけですけれども、なんと、始まると言った午前9時の時点でですね、25万人が、まあ、その記者会見が始まるというものをリモートで待っていて、その後ウェブの放送というイベントがあったわけですけども、その記者会見の後のイベントには2万5000人もの方が視聴して、当時ですね、インターネット市場というのは最大の視聴数だったと。で、会場には、まあ、カバールといって、まあ、陰謀団のことを言いますが、そういう人たちも実際に参加をしていましたよということでございます。で、会見の最初の1時間というのは、まあ、なぜか原因不明の電子的な、まあ、トラブルですね、まあ、そんなようなものが1時間も続いたと。まあ、なんとかそれを乗り越えて、
イベントはあったわけですが、最終的に世界中で8億人もの人たちがこの記者会見を見たということであります。でその間にですね、全てのメディアには即座に放送を中止しろという再三の要請があったということが分かっています。そして、まあ、会見の4ヶ月後、もう有名な問題で、ございますが 9.11 が発生をしたということで、まあ、グリアー博士がここで得た教訓というのは、権力の座にいる人たちが知り得た、まあ、真実というのはなかなか実際に話すことはできないと、さまざまな問題があると。だから UFO とか ET の情報開示という問題は市民レベルでみんなで勉強をして、まとめてできるだけ正確に市民自身がやらなければいけないというようなことが、グリア博士の主張の一つでございます。具体的な内容というのはまた来週からお届けをしてまいりたいと思いますので、ぜひ聞いてください。実際に UFO をこう地球で撃ち落としていたりですね、宇宙人と出会ったりというその実際の名前で証言をしている人たちの情報というのがもうすでに情報開示されていますので、皆様にお届けをしていきたいと思います。はい、それではまあ来週からの名犬の UFO チャンネルの予告編ということになりました。今夜はこれで名犬の風は南から終了したいと思います。来週からの名犬の UFO チャンネル、ますますご期待ください。それでは名犬バンドの曲で、人生ルンバでお別れです。また来週お会いしましょう。若い頃今じゃ不老で溺れてもがく日々、暴走しまくりなんともメンテイ、逆走するのはまさに命がけ、逆走経験が浅い、若い頃眠りが浅い、近頃親を頼りに生きてた俺が杖を頼りに生きている、髪型気にする、若い頃血圧気にする、近頃寝たきりになって掃除に困ればルンバルンバ、知れば周りが見えず、視力が落ちれば信号が見えない、おじさん危なかばな、毎晩谷間に顔をうつめた、想像想像やろ、白衣の天使のお尻をなでなで、はいはい、もそもそな、ドキドキしたよ、若い頃動悸がするよ、近頃羽目を外してナンパをしてたが、入れ歯が外れて口説けない、言葉が詰まる、若い頃餅が詰まる、近頃寝たきりになって一人の夜はルンバルンバ、寂しいよ、最近どうした、何があった、姿を見ないぞ、どこへ行った、テレビにビビって家にこもってマスクを外せず、体調不良心が脆い、テレビの見すぎ、骨がもろい、運動不足、寝た
たきりになって話し相手はルンバルンバ。これからもよろしくルンバ。人生ルンバ。